出た状態ですね。はい、でこれが真横ですわ、はい、でこれが仰向けでこれがうつ伏せです、はい、でまずこう立てた状態で、はい、上が黒いじゃないですか、はい、これが肺です。あ、だけど肺の部分がちょっと狭い。あ、狭い狭い。ちょっと、違う種類なんだけど、はい、肺腔があって腹腔があって頭があってね、はい、これが肺なんですよ。あ、全然違うっすね。ちょっと狭いでしょ。横向きで見てもそう、肺腔があって腹腔があってこれぐらいが、あ、高度結構近い色になってますよね。ちょっとこれで見ていくと、まあ一応ここはそこそこ黒いんだけど、でも左右対称じゃないですよね。あ、はい、分かります、はい、横向きで見ると、まあ、そこそこ黒く抜けてるような気がするんですけどね。でもちょっと呼吸器に機能が落ちてると。あ、で、あとお腹はですね、こっちはお腹の方を見るんだけど、はい、まあガスがないということが亀さんの特徴。ガスがあるとこう黒いのが溜まってくるんですけど、はい、ガスはないね、そんなに、うん、あんなことないな、あるな、これで、これガスだよね。あ、黒いじゃないですか、はいはい、これも真ん中辺がちょっと分かりにくいんだけど、まあ、あったら良くない。そうそう、あったら消化器の機能が落ちちゃってる。ああ、うん、要するにさ、ご飯食べないってことはさ、はい、代謝が落ちちゃうし、はい、血液循環も悪くなっちゃうし、はい、そうすると血の巡りが悪くなってくるわけで、はい、そうすると血液が、まあ赤血球があってね、酸素を全身へ送るわけだけど、はい、その優先順位があるわけです、はいはい、それ一番優先は自分の脳と、あの肺とか心臓が一番優先、はい、で2番目がお腹の中の臓器、あ、で3番目が体の表面。だから体の表面に血流が悪くなってるから、 ああいう風に白くなっちゃう。あ、そういうことですか。そう、それから消化器の機能も落ちちゃってるから食べにくいというか、そんな状況じゃないかなと思います。とにかく食べるとさ、どんどん弱ってっちゃうからってことですよね。そうで、今から血流を良くする治療をします。あ、